どうしたんだ兄のミッケルとユルフが戻らないんだ数日後に結婚式を挙げる予定で婚約者のアグダを迎えにヒンダースファルに渡ったんだが彼らが出た後に嵐が来たフェローの岩場にでも打ち上げられてないことを祈るよあそこではたくさん死んでるんだできれば探しに出かけたいでも結婚式の準備をしなきゃならないスケリッジ人は助けを乞うべきじゃないと言われてるでも他に方法がない家族を見つけてくれないか分かった探してみよううん思い上がった未熟者だがセイレーンは避けたかったらしい彼女は溺れてすぐに死体を持ち去ったこんな時はキーラがくれたランプが役に立ちそうジヒルガキフラヤ様我らにお許しを弟の婚約者を結婚式へと送り届けるはずが嵐に襲われ全てを失いましたアグダは死に持参金は水の中これは一族の恥ですお許しを最も気高きフラヤ様よせミッケルフラヤ様は恥を注いではくれ注げるのは血だけだそれしかないやろうあそこの
木の下で祈りを捧げる。終わらせよ。ああ、そうだな。それがいい。足跡、どこへ向かっているんだ。スケリ自身が怒れば弟を落胆させるよりも死を選んだ。行くぞ。悪い知らせだ。残念ながらアグダは死んだ。お兄さんたちも。何？何を言ってる？ああ、どうして？嵐で船が難破し、アグダは死んだ。お兄さんたちはお前を落胆させると思い、恥を晒すより死を選んだ。手紙だ。気持ちの整理がつくといいが。手紙？それしかなかったのか。すまない、他には何もなかった。